メジャーに比べ極端に選手の移籍が少ない日本球界において、出場機会に恵まれず厳しい立場に置かれ、いわば飼い殺しのような扱いを受けている選手は過去にも現在にも意外にたくさんいます。ちなみに今シーズンオフにはそんな選手たちを救済すべく現役ドラフトが開催される方向で調整が進められており、選手の移籍の活性化が期待されています。そこで今回は、他の球団であればもっと活躍していたのにと思われる、出場機会に恵まれず思うような成績を残すことができなかった選手を紹介したいと思います。コーリー・ポール、西武ライオンズ。まず紹介したいのが、二軍では圧倒的な成績を残しながらも外国人枠の関係上なかなか一軍に上がることができず、日本球界を去ることとなった元西武ライオンズのコーリー・ポール選手です。ポール選手はアメリカ出身のプレーヤーで、1987年にシアトルマリナーズに入団しましたが、メジャーに昇格することはなく、1990年に退団することになります。その後、1995年から1998年は独立リーグでプレーし、1999年シーズンは当初台湾リーグに所属していました。すると西武ライオンズに在籍していた外国人助っ人の3選手がいずれも全く打てなかったということで、緊急補強という形でポール選手はシーズン途中に来日します。シーズンでは6月25日のダイエー戦で6番レフトとして初出場すると、いきなり初打席初ホームランを放ち、その後も59試合で12本塁打を記録し、来日1年目はまずまずの成績を残しました。そして迎えた翌2000年でしたが、チームにはメジャーで実績抜群の新外国人トニー・フェルナンデスとレジー・ジェファーソンの2選手が入団したことにより、ポール選手は外国人枠の関係上、開幕から2軍生活を余儀なくされます。そんな中でも腐ることなく2軍では打ちまくり、最終的に打率3割5分3厘、21本塁打、69打点の三冠王を獲得。1軍では両外国人が不調で2軍に落ちた際に昇格し、少ないチャンスの中勝負強さを発揮しました。しかし続く2001年も新たな助っ人としてアレックス・カブレラ、スコット・マクレーンが入団。その2人は共に開幕からホームランを量産したことで、ポール選手は前年に続き開幕から1軍には上がれず、そして2軍では打率3割5分2厘、27本塁打、95打点という前年を上回る成績を残し、2年連続三冠王となるも、一度も1軍に昇格することはなく、結局同年シーズン限りで戦力外となるのでした。向井雄一郎、オリックス・バファローズ。ポール選手と同じく2軍で三冠王となるなど結果を出し続けたにもかかわらず、なかなか1軍に呼ばれなかった選手がこの向井選手です。現在は2016年より広島カープの1軍打撃コーチを務めている向井選手は、高校時代はエースで4番として活躍し、高校通算42本塁打を記録。1999年ドラフト会議でオリックスから3位指名を受けてプロ入りします。プロ入り後しばらくは2軍での育成となり、4年目となった2003年にはウエスタンリーグで打率2割9分3厘、7本塁打、38打点の成績を残しました。そして2004年には1軍に昇格し、44試合に出場。来年から一気にレギュラー争いに入っていくと思われた矢先、球団が合併したことで準レギュラー格の選手がチームに増えたことにより、再び2軍での出場が多くなります。それでも2006年には2軍で打率3割3分5厘、9本塁打を記録。さらに翌2007年には打率3割4分2厘、14本塁打、62打点の三冠王となりました。しかし同年チームは最下位ながらも、外国人監督コリンズ監督の意向で1軍2軍の入れ替えをほとんどしなかったことで、向井選手は2軍で結果を出し続けても1軍での出場はわずか14試合に終わります。そしてなんとか翌2008年にはオープン戦から結果を出し、開幕スタメンを勝ち取りましたが、残念ながら定着には至らず、2010年途中広島にトレードで移籍することとなるのでした。結局広島移籍後もレギュラーに定着することはありませんでしたが、芽が出始めた2005年から成績を残していた2007年の間で出場機会に恵まれていたら、もっと活躍できていたのかもしれません。野口俊博、ヤクルトスワローズ、阪神タイガースなど。捕手というポジションは一つしかなく、特にチーム不動のレギュラーが存在すると、2番手以降の選手はどうしても試合出場に恵まれない機会が多くなります。最近は打てる捕手が少なくなったこともあり、
併用性を敷いているチームが多くなりましたが、一昔前は各チームに強打の捕手がいたこともあり、そんな出場機会のなかった捕手はたくさんいました。その中で現役時代2番手の天才、最強の2番手捕手と呼ばれたのがこの野口選手です。千葉県習志野市出身の野口選手は習志野高校から1989年にドラフト外でヤクルトスワローズに入団しました。しかし同じ年のドラフト会議で社会人即戦力捕手として古田敦也が入団し、1年目から正捕手となったことで、野口選手は2軍での育成期間を終え1軍に帯同するようになっても2番手捕手という立場が続きます。結局ヤクルト時代には古田が怪我で離脱した1994年の63試合の出場が最多ということで、1997年は出場機会を訴え球団にトレードを志願しました。すると翌1998年に日本ハムファイターズへのトレードが決まり、当時正捕手を務めていた田口正則が怪我で離脱したこともあり、早速1年目から多くの出場機会が回ってきます。同年は自己最多の109試合に出場し、オールスターに初選出されるなど活躍すると、移籍2年目の1999年は130試合に出場し初の規定打席もクリア。さらに2000年には打率2割9分8厘9本塁打76打点リーグトップの11三塁打を記録しました。また打つだけではなく守備面でも盗塁阻止率は4割超えをマークし、インサイドワークもよく、その後も主力捕手として活躍します。しかし2002年オフにトレードで阪神に移籍することとなると、当時の阪神には矢野明弘が絶対的なレギュラーとして君臨していたため、ヤクルト時代同様に再び2番手捕手としての扱いとなり、特に2004年以降出場試合数は激減しました。そして2008年オフに FA 権を行使し横浜ベイスターズに移籍しますが、横浜では年齢的な部分と若手捕手の育成ということもあり、目立った成績を残すことができず、2010年シーズン限りで現役を引退します。結局日本ハムで活躍したように実力はあるものの、正捕手として活躍した期間は短かった野口選手、それでも現役生活を21年間を送ったことが野口選手の凄さを物語っているような気がします。田村達弘、千葉ロッテマリーンズ。そして現役選手の中でも実力はあるのに厳しい立場となりつつあるのがロッテの捕手田村選手です。田村選手は厚生学院時代には甲子園で春夏合わせて3度の準優勝を経験し、2012年ドラフト会議でロッテからサイン指名を受けると、当時監督を務めていた伊藤勉に積極的に起用され、2年目の2014年には早くも48試合に出場しました。さらに翌2015年には開幕スタメンの座を勝ち取り、12球団トップの盗塁阻止率4割2分9厘をマーク。そして4年目の2016年はベストナイン獲得と、その後は正捕手となり順調にプロ生活を送っていきます。しかし昨シーズンあたりから怪我があったということもありましたが、出場機会を減らしていくと、今シーズンは打撃のいい佐藤俊也、ゴールデンルーキーの松川光を積極的に使う井口監督の采配もあり、また自身の故障もあり、今のところ一軍の出場がない状態となっています。打撃では粘り強く、捕手としてはもちろんレギュラークラスである田村選手はまだ27歳であり、これからまだまだ活躍が見込めそうな時期ですが、このままだと2番手3番手捕手となってしまう恐れがあり、本人にとっても不本意でしょう。ただ幸いなことに今シーズン中にも FA 権を取得できる田村選手だけに、早期で他球団に移籍できればこれからもキャリアアップできるチャンスはありそうです。他にも現役選手ではもともと外野手の層が厚いのに太田大志選手が加入してさらに激戦区となった DeNA において俊足高打の上里和樹選手が出場機会を減らしつつあり、またパワーと天性のバットコントロールを持ち合わせたソフトバンクの上林誠二選手などもチームの厳しすぎる競争の前になかなかレギュラーに定着することができずにいます。それらの選手は環境が変わり出場機会に恵まれるのであれば、これからどんどん成績を残していきそうなだけに、球界の発展そして選手のためにも今後のトレードの活性化を期待したいところです。